今日もあなたの心にチルマップ、朝チルでございます。イエーイ。朝チルは原宿にあるかわいいモンスターカフェというところでアイコンガール、モンスターガールをやりながら普段は歌を歌ってるものでございます。京都から来ました。今回はですね、前回のカラフルメイクとは打って変わってダークケアメイクをしてみました。でも使っているものとかはほぼほぼ素材は一緒なので、なんかこうパターン的に同じものなのにこんだけ幅出せるんやみたいな感じで見てもらえたら嬉しいです。それでは行ってみよう。カラコンはみんなのカラコンの16ミリです。ピー、なんかやっぱ16ミリだけあって、もうなんか目ん中みっちりって感じで、だいぶこうどの角度から見ても黒目が大きいように見えるので私は使ってます。おすすめです。じゃあファンデーションはエビータのボタニックバイタルボイストウォーターシールド UV 日焼け止めジェル塗ります。手のひらにのせてポン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 って顔の各所につけていきます。で、顔の内側から外側にまんべんなく伸びるように塗っていきます。続いてはこちらキャンメイクマシュマロフィニッシュファンデーションを塗ります。あんまりこういっぱい取ってシュッて塗ったらムラになりやすいんで、ちょっとポポポッと取ってのせると綺麗に薄付きにつけます。この辺はまあ普通は塗るべきだと思うんですけど、まあ私はあのアイシャドウとか塗っちゃうから普段塗ってません。普段っていうかずっと塗ってません。はい、ファンデーションが完成しました。多分約1分かかってないぐらいですかね。続いてはラブユーソーマッチシャドウパレットニックスのアイシャドウ使います。このアイシャドウのこの白いのを指で取って人差し指と折り下指、中指で取ります。でこの上の二重の上の部分に塗ります。折り下指で塗ります。でこの一番白っぽいやつとこのピンクのやつ混ぜながら使います。はい、塗ったらこんな感じになります。続いてはこのセザンヌのトーンアップアイシャドウを使います。これをこの目のここの内側に塗ります。これをここに塗ることによって目の幅ってここまでじゃないですか。でもなんかここまで目あるんちゃうかなみたいな錯覚を起こさせております。で目の下には同じアイシャドウの白を塗ります。でこれも錯覚をまた起こしたいんですけど、ここの白を塗ることによりこのさっきの茶色いのの茶色と白でなんかここにこう涙袋がめっちゃある人みたいにします。でさっきのキャンメイクアイライナーでとどめですね。これでこう涙袋めっちゃあるやんこの人的メイクになります。ケイトの 3D アイブロウカラーで足や眉毛黒なんで色を消します。なんか眉毛のブリーチ何回かしたことあるんですけど結局なんかすぐ黒に戻るんですよね。なんでですかね。でアイシャドウこの目の下塗っていきます。セザンヌの茶色いの使います。濃いの。なんか私はメイクはなんかお化粧もお化粧してるんですけど、お化粧するっていうよりもなんか顔に絵を描いてるみたいなイメージでいつもメイクしてます。でこの茶色をこの内側目頭の方明るく塗ります。なんかね目頭のこの辺が明るいと顔が明るく見えるそうですよ。だからこっち側は暗くして影っぽく作ってこっち側はこっちと明るめに。
アイシャドウは完成です。続きまして、デジャブのアイライナーでアイライン描いていきます。イエーイ。アイライナーはあんまり迷っちゃったら一発勝負じゃないですか、これ。だからもう勢いでプスっていってしまった方が私はいいと思います。じゃあ行きます。この目頭のとこからヌンって感じですかね。このねじれをヌンってするヌンってします。こう生きて、ここ目の終わりらへんで一回クッてして、そっからこう上に上がるとうまく弾けると思います。で、今回はちょっと強めメイクにしたいから、下のラインも引いちゃいます。下はこう手に持って、この持ってる方の指、小指でちょっとクッて目を下げるんですよ。したらこう来ないですか。ほんで、ここにこう塗っていくみたいな。で、黒目の真ん中からこっちですね、端の方に寄せていきます。で、上のラインと下のラインをくっつけます。上のラインさん、こんにちは。はい、こちらもこんにちはしてください。ありがとうございます。で、ここのラインを拠点にちょっと太めにしたりとか、鏡で見ながら微調整していきます。私は昔ギャルだったんですけど、これを油性ペンって書いてた時期があります今はもうじゃないけど、でも意外と書きやすいです。そんなことはさておき、はい、これでアイライナー完成です。ではアイライナーが完成したところで、つけまつげつけます。今日は強めメイクやから、つけまつげ全つけします。まつげをつけるポイントは、あ、こう塗りますよね。で、そしたら目を鏡で見ますよね。うってしたけど、目はこっちじゃなくてこっち、鏡を見てこういう風につけます。で、片手でつけますよね。その後に両端を両手で固定します。で、こうやって 見る。で、ちょっとこっちついてたりしたら調整する。で、ここで大事なのは、こうやってつけると下向いたまつげになっちゃうんですよ。装着した感じが下向きになっちゃうから、私はこうバッてしたいから、この時にも上にこう乗せる感じですね。上に乗せ、この黒のここの部分をこういう風にもう最初から乗せちゃいます。したらこう上がってるようなまつげにピシッとなります。で、まつげ、これこういうのって最初ここにちょっとのりとかついてて、そういうのは綺麗に取ってつけた方が綺麗な目元になります。あんまり自分で気づかないかったりするかもしれないけど、まつげって下向いた時にめっちゃ見えるんで、まつげが汚い感じになっちゃうと残念なので、これもギュインギュインですね。ギュインギュインでつけますね。で、バランスを見てつけていきます。私はあんまり目頭ギュンギュンでつけると、なんだろう、圧が強いんでちょっとだけ目頭を離して高めにしていきます。そう、なんか市販のつけまつげってちょっと目より大きく作られてると思うんで、自分の目に合った形にカットして使うのがいいと思います。はい、つけました。で、次はリップですね。私あんまりリップ色持ってないんですよ、たくさん。だからこう普通のリップクリーム塗ってアイシャドウのせてあることが多いです。アンブッシュのリプシーハイドラビリティリップバームです。こちら使って塗った後に、このさっきのラブユーソーモッチシャドウパレットの色をのせていきます。今日は髪の毛はグレーっぽいから、なんかこういう色ってあんま売ってないんですけど、自分でね、アイシャドウとか塗ったら気軽に試せるやんみたいな。あんまり普段使わなくてもアイシャドウだったら色いっぱいあるし、
手軽に試せるかなって思います。でほんまに気に入ったらこういう色のリップ買ったりともし、形を整えていきます。はい、リップ完成です。じゃあだいたいできたので、最後はこの NYX のホワイトリキッドライナーで目のこの辺に白を塗っていきたいと思います。これなんて言うんですかね、中性家の白みたいな感じのバチッとした白なので、すごい発色が良くておすすめです。今回はこういうところに点を描いていこうかな。そう、両方のバランスを見て、やっぱいろいろ試したりしてる。前この辺に描いたらちょっと変になっちゃったからやめました。で白塗って、最近はここの目尻にライナーを引くのが好きです。二重幅に沿って、この二重幅の終わりらへんところから白いライナーでお迎えに行く感じですかね。ギュインですよ、ギュイン。はい、そして白いライナーが完成したので、次はグリッターゴールズリキッドアイライナー NYX のもの、これを目頭にのせます。さっきも言いましたけど、ここ目頭になんか明るさがあったら顔が明るく見えるそうなので、なんか心がけております。こんな感じです。仕上げに行きたいと思います。今日はちょっとねダーククール系にしたので、シーズはこの青だけにします。黒目の真下につけました。ベコメ効果あるんじゃないでしょうか。はい、じゃあメイク完成したので髪の毛やってみたいと思います。これを装着します。これをつけてると雨降ってても傘の代わりになります。嘘です。この蝶々のイヤリングビンズで買いました。これつけます。はい、今日のヘアメイク、メイク完成です。はい、ダーク系メイク完成いたしました。何ですかね、ダーク系って言ってもこうキラキラのものを使ったり、こういうサイドにキラキラがあるだけでポップさも出るのではないかなと思います。今回はこの白いライナーとかアイシャドウでリップが完成させられるんやでみたいなのをやってみたくて挑戦してみました。今日のファッションは黒でまとめてるんだけど、地味にならないようにあこちゃん華やかな感じで、こう素材もいっぱい別のもの、ラメとかハーネスとかコードとか使って華やかな感じにしてみました。そういえば今日はすごい可愛い靴を履いてきました。ジェフリー・キャンベルのあのバーベの頭がいっぱい入った靴なんですけど、めっちゃ可愛いんでそれも見てください。はい、朝チルの SNS なんですけど、チルも YouTube チャンネルやってますんで、ぜひチャンネル登録してください。ぜひ遊びに来てください。あとはライブは12月8日京都での初ワンマンライブがあります。チャンバーズというところです。その他朝チルの最新情報などは Twitter ひらがなで朝チル、 Instagram 朝チル、 YouTube 朝チル、こちらの方にぜひ飛んでいって見てみてください。今回の動画の他にもめっちゃ可愛いメイクの仕方とか奇抜なメイクの仕方いっぱい載せてはるんで、ぜひそちらの他の動画もチェックしてみてください。あさちるでした。ありがとうございます。